こんにちは、三ツ星です。今週はいよいよ日本ダービー、張り切っていきましょうと、その前に先週のオークス、皆さんやりましたよ。動画でも推奨したスタニングローズ、10番人気で2着に激走してくれました。最後の直線で白い帽子の馬が伸びてきた時はね、鳥肌が立ちましたよ。やっぱりね、狙うは人気薄、穴馬に限るなと思いましたね。ということで今回も周囲の評価に惑わされず、しっかり状態や適性を見極めて美味しい穴馬を紹介したいと思います。さあ皆さん、いよいよ日本ダービーですよ。日本ダービーといえば、皆さん気になるのは各馬の状態じゃないですか。この三つ星アナウマの極上仕上げはですね、そのレースで過去に好走した馬の調教パターンをあぶり出して、今年最もその条件に合う絶好調のアナウマを推奨しています。もちろん狙うは人気薄のみ。直近の三つ星力走馬もこんなに出ています。日本ダービー穴馬券を取るためにおすすめしたい極上仕上げの一頭はピースオブエイトです。過去5年の1から3着馬15頭のうち12頭が1周前または最終追いがウッドコースでジョッキーが乗っていたんですね。で、さらにそのうち10頭はレースと同じジョッキーが乗ってラスト1波の12秒5より速い時計を出しているという共通点があったんです。で、今年のメンバーでですね、これに当てはまるのがピースオブエイトなんですよね。最終追いが立東シーウッドコース。レースでも騎乗する藤岡祐介騎手がまたがって、ラスト一波ランは11秒4をマークしました。ラストの伸びは秀逸でしたしね、状態面は毎日杯1着時からさらに上昇してるんじゃないですか。今年のメンバー18頭でですね、無敗で臨むのはこのピースオブエイトだけなんですよね。4連勝で一気にダービーは、なんて予感が漂いますよ。オークスでスタニングローズを推奨していた激走データから選ばれた推奨馬は概要欄のリンクからチェックしてください。誰でも無料で見られます。ぜひお試しあれ。それでは最高のダービーデーをお過ごしください。チャンネル登録と通知の設定もお忘れなく。よろしくお願いします。